日本経済大学バスケ部キャプテンの北井久美です。強さの秘訣はそれぞれ個人ができなかったことや課題を自分で見つけ、練習終わりや試合終わりなどにポジションごとなどに分かれ個人練習を納得いくまでやることと、安納屋監督がバスケットに対する熱い気持ちや選手以上に徹底して行うのが強さの秘訣だと思います。チームの人数が多いんですが、試合に出れない人たちも理解してメンバーと同じ気持ちで応援してくれることや、試合に出たら学年関係なく意見を言い合えたりすることが団結力につながっていると思います。